皆さんこんにちは。日本の名作映画の中での役名であるトラさんの愛称でたくさんの人々から親しまれていた渥美清さん。トラさんというキャラクターは日本人なら誰でも耳にしたことがあるのではないでしょうか。渥美清さんの演じるトラさんは今でもたくさんのファンがいます。そんなトラさんというキャラクターには渥美清さんの幼少期の体験が少なからず影響しているようです。どのような体験が影響しているのかとても気になるところですよね。そんな渥美清さんの奥さんとの馴れ初めや黒柳徹子さんとの熱愛の気になる噂、そして当時の気になる年収などなどについて紹介していきたいと思います。まずは簡単なプロフィールから紹介していきたいと思います。本名田所康雄、愛称トラさん、生年月日1928年3月10日、身長169センチ、出身地東京府東京市下谷区、現東京都台東区、最終学歴巣鴨高校、中央大学中退。世界最長の映画シリーズとしてギネスに認定されている映画男はつらいよですが、その主人公である車虎次郎を演じて一躍国民的俳優となったのが渥美清さんです。渥美さんは現在の東京都台東区で新聞記者の父親と元小学校教諭の母親の間に生まれました。渥美さんには兄がいるので次男となります。小学生の頃は欠食児童であり、小児腎臓炎、小児関節炎、膀胱カタルなどの病気を患っており、病弱な子供でした。そのため学校は欠席がちで、3年4年の頃は長期欠席をしており、欠席中は落語を聞いて過ごしていたため、学校へ登校すると覚えた落語を披露しては大変評判が良かったそうです。学生時代は戦時中戦後だったことから、中学在学中には工場へ駆り出され、軍用機のラジエーターを作っていました。そんなこともあり、中学卒業後には工員として働きながら担ぎ屋や敵屋の手伝いもすることがあったそうです。敵屋が家業という役柄だったトラさんのスタイルは、渥美さんの幼少期の経験がきっかけで誕生したと言われています。衣装や喋り方はもちろん、幼少期の苦労がそのままトラさんの人情味へとどんどん反映されているのかもしれませんね。そんな渥美さんですが、芸能界の業界関係者もの交流はほとんどなかったそうです。男はつらいよシリーズの監督を務めた山田洋次監督でさえ渥美さんの連絡先を知らなかったほどだそうです。驚きですよね。あれだけ有名な方なので、さぞかしたくさんの業界人との交流がありそうです。そんな渥美さんですが、黒柳徹子さんのことは大層可愛がっていたそうです。二人は NHK ドラマお父さんの季節での共演で夫婦役を演じました。その共演がきっかけとなり交流が始まった渥美さんと黒柳さん、お互いを兄ちゃん、お嬢さんと呼び合う仲だったといいます。黒柳さんは渥美さんに靴や外国のお弁当箱を買ってもらったことがあったと話されています。そんな黒柳さんは渥美さんに星の王子様の本を贈られたそうで、渥美さんはこれを機に本を読むことの大切さを知ることになりました。黒柳さん第32回浅草芸能大賞を受賞されており、浅草への思い出として、浅草には渥美さんに連れてきてもらった思い出の場所ですと語られています。きっと生きていたら、お嬢さんよかったねときっと声をかけてくれた受賞した時の浅草へは渥美さんに連れてきてもらったと語っています。このようなことから渥美さんは黒柳さんのことを好きなのではと噂になっていたようです。当時山田洋次監督も冗談で、男はつらいよ最後のマドンナは黒柳さんにすると話していたようで、実際に渥美さんと黒柳さんの熱愛が報道されたことがあったようです。ですが現実では交際の事実はなく単なる噂でした。渥美さんから見ると黒柳さんは恋人というよりも妹としての可愛さの思いの方が強かったのかもしれませんね。ちなみに男はつらいよの主人公のトラさんは生涯独身という設定でしたが、
演じていた渥美さんは結婚しており、子供も2人おられるようです。しかし、渥美さんはプライベートや自分のことをあまり話さなかったようなので、渥美さん演じる寅さんののイメージのまま独身だと思っている人が多いようです。しかし渥美さんはしっかり結婚しており、寅さんのイメージとは全く違う人生を送っていました。1969年3月17日に出雲大社で結婚式を挙げ、5日後の3月22日には結婚披露宴も行っています。渥美さんの結婚相手は竹中雅子さんという方です。渥美さんは挙式時の年齢は41歳でしたが、竹中さんは24歳ということで17歳も離れた年の差婚でした。現在では年の差婚は世間でも多く広く知られていますが、当時の時代では一回り以上の年の差婚というのは珍しかったのではないでしょうか。二人がが出会った時は奥さんになる竹中和子さんは白百合学園中等部3年生だったそうです。その後お互いの家族ぐるみで交際をしていたようなので、年の差でも家族公認のお付き合いということになりますね。それでしたら結婚となった時も反対されることなくスムーズなご結婚になったことでしょう。竹中さんはクリスチャンだったので、その影響もあったのか渥美さんもクリスチャンだったと言われています。芸能人の結婚式といえば業界関係者の方たちがたくさん参加される豪華な式が思い浮かぶと思います。実際に芸能人の結婚式はテレビで放映される人もいるくらい豪勢なものだと思います。しかし渥美さんと竹中さんの結婚式は親族と数人の友人だけの参加という、とてもささやかな結婚式だったそうです。そんな中、渥美さんの友人代表として参列した芸能記者の鬼沢圭一さんがいます。普通に考えると芸能記者と聞くと大スクープとして写真を公開しそうですが、渥美さんは鬼沢さんに対してかなりの信頼があり、鬼沢さんなら結婚式の写真を絶対に公開しない、記事を書かないと絶対の信用があったようで、その信頼の通り鬼沢さんが結婚式の写真や記事を公開することは一切ありませんでした。鬼沢さんは渥美さんが亡くなってから渥美さんの思い出として結婚式の写真を公開したといいます。一般人である妻の竹中さんに対しての配慮がきちんとされていたと思います。家族を大切にする思いから結婚式を盛大に行わずに奥さんへの注目を阻止し、家族みんながのびのびと暮らしていってほしいという思いがとても強かったことでしょう。そんな渥美さんですが、全盛期にはテレビで見かけない日がないほどの人気でした。会社員とは違って芸能人の金銭面についてはあまり公になることがないのですが、渥美さんは当時の芸能人の中で出演料が最高額だと言われていたほどのとんでもない値段のギャラだったといいます。まずは長くシリーズが続いていた男はつらいよのギャラですが、1作品のギャラは5000万円から8000万円だと言われています。このシリーズでの寅さんの印象がとても強すぎるために他の作品はピンときませんが、男はつらいよ以外の映画やドラマにも数々出演していました。その他にも CM 出演していたのです。渥美さんは過去に公開された納税額番付にも何度か名前が載っており、その時の納税額が6500万円以上でした。そのことから推測すると、当時の値段で数億円の収入があったのではないでしょうか。最近の俳優さんを見ると、渥美さんの出演料に最も近い人物が吉永小百合さんだと言われています。今では CM1 本5000万円と言われており、映画の出演料は1本1億近いとも言われています。現在の吉永さんは当時の値段の渥美さんと同等の破格です。現在の吉永さんでようやく追いついた渥美さんのギャラを見ると、いかに渥美清さんが国民的スターだったかよくわかることでしょう。次に渥美さんはプライベートではどのような人物だったのか見ていきたいと思います。長く役柄を務めていた寅さんのように人情深く熱い男だったことでしょう。しかし実際の渥美さんは寅さんとはかけ離れた性格だったようです。家庭内では DV のようなこともしていたほどだそうです。家族思いの反面、そんな性格だとは驚きですよね。
今の時代、DV で通報されてもおかしくない時代です。そんな渥美さんの性格を告発したのが息子さんである田所健太郎さんでした。田所さん曰く、暴力は日常茶飯事だったわけではないそうで、何かのきっかけで急に人が変わったようにスイッチが入ってしまうようでした。家族はきっとスイッチが入ってしまう渥美さんを止めるのもさぞかし大変だったことでしょう。渥美さんですが、勉強部屋と呼ばれる自分用のマンションがあったようで、普段はそのマンションに滞在することが多かったようです。考えてみると、自分でも自分の性格を理解しており、家族との距離を置き、家族を思っての行動だったのかもしれません。最近の日本では他人には興味がない、人間関係に関してとても薄い人が多い世の中になってしまいました。だからこそ寅さんのような人情深い人が求められる声が多いのかもしれませんね。現在では男は辛いよの名言たちを集めた書籍が多数出版されています。人を求める若い人たちには馴染みのない言葉もあるかもしれません。例えば、理屈を言うんじゃないよ、大事な時に醜いと知った人間は決してもう醜くねえって。共働き世帯が増えたとして稼ごうとする人も多い現在の世の中ですな、などの名言があります。一見なんてことない言葉と思う人も多いかもしれませんが、決して裕福ではなかった寅さんですが、地道に働き、家族との絆があるからこそそこに幸せがあるんだと改めて実感させられます。このような日本の名言、そして素晴らしい人がいたことを、これからも日本の誇りとして皆さんもずっと胸に残していけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。